はじめまして。それではルンバウォークといいますか、ルンバについての、ルンバのスタイルですね、これをちょっとご説明申し上げます。まあ、ルンバをここまで、見てくださった皆様は多分ワルツとかタンゴ、ブルースとかジルバ、多少他の種目も、勉強されているとは思いますが、例えばワルツとかタンゴ、ブルースはですね、ワルツはライズするという背伸びをするような動作ですね。こういうふうにライズをするということはありますが、低くなっているときはですね、通常の歩くときですね、道を歩くとき、歩行のときのようにヒールからこう出ます。余談ですけれども、こういうのをですね、相手にぶつかりそうだからといってつま先から出てしまうと変な癖がつくので、またこれはワルツタンゴ別の時ですけれどもね、こういうふうに普通に歩く時のようにヒールから出るということは重要ですけれども、逆にですね、ルンバとか9番ルンバですね、9番のルンバ、我々がやってますルンバとかチャチャチャ、それからサンバもそうですが、あとジャイルとかですね、パソドブレは多少違う面もありますが、ラテンアメリカン種目というのは、こういうふうに出てはちょっと様にならないことがたくさんあるわけですね。例えば一番最初にしましたベーシックのようなステップ、基本のステップですね、これなんかもこう例えばですね、1234123412342とかですね、女性も例えばファンポジションになります。そして2341というふうに、かかとからヒールからついたり、または膝がこう曲がったりするとですね、多少様にならない面もあります。と言いますのも、ラテンダンスというのはそれぞれに、動き方というか、主にこの下半身の動かし方に特徴があるので、それをすると、特にですね、中級上級の方はそういうふうに、踊っていらっしゃいますので、それからコンテストとかですね、テレビなんかに出たり、ダンス教室でレッスンしたりとかですね、そういう先生たちがそういうスタイルを踏まえて踊っているので、こういうふうにしないと、そういうスタイルを勉強しないとルンバらしく見えない、サンバらしく見えないということなんですね。簡単にそれぞれの種目を、説明しておきます。今回は、ルンバをしますけれども、ルンバのこれはコーナーシリーズですからね、ルンバとチャチャは基本的には一緒ですので、また後で細かくしますが、ステップするときはこういうふうに、つま先といいますか、これをボールといいますけれども、足の裏の3分の1ぐらいの前の方ですね、こういうふうにヒールから出るのではなく、ボールから出てベチャッとつきます。ついたら膝を伸ばすので、例えば2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1というような具合になるんですね。ヒールからは決して出ません。チャチャチャの場合はルンバと基本的には兄弟の踊りなので、テクニックは一緒ですけれども、今まで説明しましたように、チャチャチャ、数字で言うと4拍目から1拍目にかけてですね、 4 and 1のところで、シャッセは開く閉じる開くですね。リンディーホップなどではトリプルステップと言いますが、3を踏みますのでね、それからロックといって、ロックは、上を買うというか、こう鍵を買うというか、足を交差することをダンスからロックと言いますね。こういうふうに、チャチャチャ、でもそれ以外は全く一緒なので、ワンツースリーチャチャチャ、ツースリーフォーエンドワン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 。
やはりルンバと同じく、ヒールからは出ないようにします。体重が乗ったらその時に膝は伸ばすようにします。サンバは後回しになる種目ですが、サンバはまたルンバとチャチャと違う面もたくさんあって、基本的には1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 というふうにバウンスを使う、弾むというですね。なのでボカホなども1 and 2 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 ボンパパンボンパパン。ただし上半身はあまり弾むとこういうふうにひょくひょくしてしまうので、微妙に上半身は、ショックアブソーバーといいますか、この下半身の衝撃をですねあまり上に伝えないようにして、またルンバでもちょっと静かに保つということが必要なんです。それからパソコンでは闘牛士の踊りなので、ボディのトーンをですねしっかり作って、バンプロランプロランプロランパンパンプロランプロランプロランパンパンプロランプロランプロランというふうにするので全くスタイルが違います。それからジャイブはですね、ジャイブはリンディーホップとも非常に、ほとんどルーツが一緒なんですね。リンディーホップは、1920年、30年代に、黒人のですね、グループが開発した、非常に元気のいい踊りなんですけども、そこから分かれてですね、またジャイブとかイーストコースト、ウエストコースト、それからジルバなどようなものが始まったので、ルーツは一緒ですね。なので気持ち、あまり後ろにひっくり返っているからで、気持ち膝を緩めてですね、ルンバのようにまっすぐ伸ばすわけではなくて、非常に少し緩めて、ワン、ツー、スリー、パフォーで、こういうふうに、最初の頃ですね、私もサークルに入っておりましたので、精霊の家のサークルに、水も精霊の家のサークルに入っておりましたが、その時先生から教えられたことはですね、自分はフライパンの上にいるような感じで、フライパンは熱せられているので、恐ろしいですね。自分が焼肉になったような感じですけれども、フライパンは熱いので、べちゃっと足をつくと熱いということなので、足をつくんだけども熱いので、いられている豆のようなものですね。すぐ足をこう離す。タッタタン、タッタタン、タンタン、タッタタン、タン、タッタタン。リンディホップはこれをさらに元気よくしたのね。ポンポン、パンパン、パンパンというような感じになるので、それぞれこういうスタイルがあるので、中級になりましたらですね、あまりこう、ヒールから出て、チャチャチャ、2、3、シット、1、2、3、こういう風に踊ってても、ちょっと様にならないので、そこら辺をまた練習する必要があります。ぜひですね、これを4、5回、ね、8回が全部ですけれども、4、5回でも構いません、見られたらですね、お近くのダンス教室に遊びに行かれると楽しいのでね、どうしても社交ダンスは、結構年配の方がですね、おじちゃんおばちゃんがしかも何か不気味な化粧をしてするとかですね、2人じゃなきゃできないとか、なんかキャバレーダンス、チークダンスみたいに、変な感じで全然こう若い感じはしないというふうに、思っている方はたくさん見えると思いますけどもね、それはあくまで一つの側面であって、一人でちゃんと技術を覚えれば、もう本当にかなり激しいスポーツといいますか、レクリエーションとして踊れるのでですね、本当にもうそういうダンスをいっぱいに知らない人に広めたくて、こういう動画レッスンをしていますけれどもね、よろしくお願いします。それでは本格的にルンバの、スタイルについてご説明を申し上げます。ではちょっと上着を脱いでしましょう。先ほど説明、少しだけ説明しましたが、ルンバの、スタイルで気をつけることは3つあります。とにかく、そのままですと、2、3、4、1、2、3、4、1、2というふうに、あまり様になってないので、3つを説明します。1つはヒップアクションと言いますね。ヒップアクションということは、お尻のアクションということですが、英語でヒップという場合は、お尻というよりは骨盤を全体に言うのですね、腰部ですね。これは簡単ですね。おしくらまんじゅうなんていうと若い人は意味が分かんないと思いますけども、こういうふうに隣の人と並んでお尻で、よいしょ、お尻相撲みたいなものですね。するときに
する気持ちになるとポンとこうお尻を横にちょっと突き出す感じになりますが、これがヒップアクションです。ちょっとしてみましょう。まず真正面からしましょう。こう来ましたらギュッ、ね、ギュッ、膝を伸ばしてお尻を横に、横っていうか腰ですね、腰を横にグッと出す感じですね。こういうふうにギュッ、少し出した方の腰が高くなりますね。これはダンスシューズの箱ですけれども、言ってみれば腰はこのような骨盤のようなもの、骨盤はこのようなものなので、結局左の方に、ね、腰を出す、ちょっと後ろからしましょうね、ギュッというふうにするということは、こんな感じで少し左の方が高くなって横に突き出される。そして右も一緒ですね、ギュッ。だからギュッ、ギュッ、ギュッ。足の裏はベチャッとつけて、体重はまんべんなく乗せます。で姿勢ですけれども、大体は足の裏全部に体重を感じるようにまっすぐ立てばいいんですけれども、身長を測ろうとかして、身長計に乗ったりですね、または写真を撮ろうとすると、普通いい姿勢というのはこういうふうに胸を、ね、ネクタイを垂らして、胸を張ってハイチーズと来るわけですが、それではですね、ちょっと後ろの方にバランスがいってしまっているので、なので、特にラテンダンスですね、それを踊るときは気持ちそれを前の方にして、どちらかというと背中を張るといいますか、背中の皮膚をまっすぐ下に下ろしてきたら、靴の真ん中に来るような感じにしますね。やや前の方に重心をかけます。と言いますのも、身長計に乗ったり胸を張るときはかかとの方に体重が下りるので、こっちの方が楽ですけれども、もう少し気持ち前の方に重心を移しますね。さて、第1番目は今説明しましたヒップアクションですね。第2番目はですね、先ほどもちょっと言いましたが、つま先からつくということですね。決してかかとからつかないということです。簡単です。3つ目はちょっと難しいんですけれども、体重を乗せた後ですね、乗せるときですね、つまりステップしたとき、この時に膝が伸びます。そして一瞬両足が伸びたような形になって、寄せてくる方の足は膝からチュン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 と引っ張られるような感じで、操り人形のようですね。膝から引っ張られるような感じで来て、その後すねを振り出しながら体重を乗せて膝が伸びるということですね。ルンバ、この9番ルンバというのはですね、バレエダンスですね、白鳥の湖とかですね、バレエダンスの、影響を非常に受けているので、バレリーナがするこういう形ですね、これをバレエストレッチと、バレエ方式のストレッチというね、こういうふうに言うことにしますが、バレエストレッチが大元の形になっているので、片足に乗ったらその膝は結構ピンと伸ばす。そして片方、もう片方も剣のように、剣ですね、剣とか竹刀、棒のように伸ばす。で寄せてくるときは曲げて寄せてから伸ばす、こういう独特のスタイルをします。そしてさらに今言いました、先ほど言いましたヒップアクションが加わるので、ぎゅー、体重を乗せる方の足の方に少し腰を出すという、ね、これは全部やるとすごく大変ですので、そしてまた急にできることでもありませんので、多少そういう事柄を頭に置きながら、1月2月少し練習されると少し変わってくると思います。急にはなかなかできませんので、根性を持って頑張りましょう。少し練習以後とその今までのステップの中でどうなるかをやっておきます。では少し具体的な練習方法をご紹介しましょう。これはルンバチャチャ共通ですね。なので、とりあえず一緒に説明しておきます。まずですね、この体重を乗せた時にこっちの膝を伸ばして寄ってきた時に曲げるというのは、こういう足踏みで練習できます。真正面から見てると膝が重なるので少し斜めに、こういうふうにしますね。まずですね、ほとんど揃えて少し肩幅の3分の1ぐらいに開く感じで、揃えてもいいですけどね、3分の1ぐらい開く感じで、まず右足に体重を乗せて、少しこういうふうにですね、膝の裏をギュッと張るようにしましょう。専門的に言うとこれをニーバックと言います。ニーというのはプロレスでニードロップとかですね、
あるように膝のことですね、まあ、膝がバックするということですね、ちょうどこういうアキレス何かを押して、アキレス腱を伸ばすような体操をするときに後ろがピンと伸びますが、そういう感じで、お尻を少し後ろにグッとして、でもあんまり形がこうならないで中心線はまっすぐですね。そして右足をちょっと強く踏みしめて伸ばして、左は逆に緩めて、こういうふうにつま先をちょっとつくようにします。こうですね。で今度それを逆に入れ替えますね。そうすると右の方が緩む、靴が垂直のような感じになって、膝が曲がる。対して左足はピンと張って少し腰をグッと出す感じですね。前から見るとこういう感じですね。ほとんどまっすぐな状態ですから、またあまり出しすぎると問題があるので、あくまで中心の線のすっきりさを失わない程度にしますが、結構でも出します。慣れないとあまり出せないので、ね、今真正面から見ておりますが、ギュッギュッ、変わりがあるんですね。右左右左、これでワンツースリーフォーワン、ツースリーフォーワン、ツースリーフォーワン、ツースリーフォーワンというふうに練習されると、膝の曲げ伸ばしの感じがよくわかります。同じところで踏み締めてるとなかなかわからないので、こういうふうにですね、スロークイック、クイック、スロー、このパターンを覚えるのはちょっと大変かもしれません。一歩出たら戻って揃える、一歩横へ行ったら戻って揃える、ね、一歩いいですか、一歩横へ出たら戻って揃える、一歩横へ出たら戻って揃える、これで今のこのパターンで、これスロークイックですね。だからワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリーと、これでいいもういいんですけども、これで、練習されるといいですね。あとでちょっと音楽で出すんですけども、例えばこうですね、ワン、ツー、スリー、フォー、ワンですね。この時に右の膝を伸ばして左の膝は緩めます。揺すってくるのはあとなので、ね、フォー、ワン、そしてツー、スリーと、先ほど説明したこのこねるような動作ですね。ツー、スリーで、フォーワンは横へ、フォーワン。こっちは緩みますね。寄せてはきませんが、緩みますのでね。ツー、スリー、フォー、ワン。ツー、スリー、フォー、ワン。ちょっと音楽に合わせてね、やってみましょう。4小節聴いて、4小節目の4ですね。正確には3小節とワン、ツー、スリーですから、一小節目、ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、ツー、スリー、フォー、スリー、ツー、スリー、フォー、フォー、ツー、この後ですよ、スリー、フォー、ワン。何せルンバはフォーで出るというちょっと変わった出方なので、そしてフォー、ワンが2拍連なってスローというカウントになるので、ではやってみます。ステップですね、これを今のようなスタイルでちょっと簡単に説明しておきますね。
ですから、まあ、とにかく男性も女性もですね、こう、フォー、ワンとか、一歩の足に乗った時は、こういうふうに反対の足は、剣のように、伸ばされておりますね。ちなみに、これが前の方に、前の足にですね、乗って、後ろの足を剣のように伸ばしたバレーストレッチ。それから、横に伸ばしたバレーストレッチ。そして、例えば交代して女性のファンポジションになった時ですね。左足体重で右足は前にこう残っておりますね。こういうふうに前に残したバレーストレッチの感じ。3つありますね。じゃあ男性の方から説明します。そうそう、それとですね、特に細かく言うとですね、例えば男性一番最初にこの、ファンに開くようなステップをした時ですね、組んでな状態とか、そういう時に、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン。そして、ツー、スリーと。このツーはですね、全部こう乗らないんですね。細かく言いますとね。で中間の形 で、そしてしかもですね、こういうふうに前は、膝は、全部乗った時と同じように伸ばされますが、後ろの膝はですね、ツーというふうに、ツー、こうですね、ちょっとややこしいんですが、こう来た時に、ツー、スリーというふうに、まあ、こういうのをチェック、フォワード、ウォーク、チェックされた、チェックというのは止めたということですね。止められた、前進ウォークというわけですが、そこら辺も多少あるのですね、頭の片隅においてまた、自分が、習っている先生とかですね、習われる、これからぜひダンス教室に遊びに行っていただくといいんですけども、習われる先生に尋ねてみるといいですね。では、基本の動きの場合ですね、時計のチャイムがちょっと鳴ってしまいましたが、基本の動きの場合ですね、ここからファンに開いてみましょう。1、2、3、4、1、伸ばされますね。そして曲がって寄ってきて2、今説明しましたチェックになります。2、3、後ろの足に乗りますから、後ろの右足がしっかり伸びます。そして軽く寄せてから C1、 曲げて通過してから C1 ですね。でしかも1はヒップアクションなので C1 とギュッとします。ヒップアクションについてもあまり説明してありませんが、そのビートの後半で、軽くヒップをグッと入れます。そして4-1 の時は、4-1-1 は、2拍ありますね。4-1と2拍ありますから、今のように4-1というふうに4でステップして1で強くヒップを入れますね。そしたら女性を引き入れて2ね、2ちょっと読みきましたが、スー、ね、膝を伸ばします。で、スリーはそのまま戻るので、一回寄せたりはしません。スー、スリー、ファンポジションに開きます。少し寄せつつ、フォーワン。で、剣のようなバレーストレッチになりますね。それから今度、アレマーを回しましょう。で寄せてきますね。そして、スー、ファンポジションの中のチェックの動作になりますので、ファンポジションになったら、スーと、先ほど説明した、チェック、フォワードウォークをします。2、3ですね。また元の動きに戻ります。2、3、そして4-1で、アレマーン、もう今アレマーンに次3始まってますが、女性を回しますが同じですね。2、3、あとで角度を変えてしますからね。3、そして4-1、ハンドツーハンドですね。こう来ましたら回転して2、3、足を寄せてくるときに曲げますね。そして伸ばしながら乗ってクリッと回ります。で、回ったらまた交代ですが、寄せて2、3、4、1、そして2、3、4、1ですね。でスポットターンをしますが、スポットターンもこういうふうにね、あまりにもそのまま日常生活の歩き方で回るのではなくて、こうしたらぐっと寄せてきますね。左足は伸ばしますが、右足は寄せてきて、それから伸ばしつつ、その足に8割ぐらい乗ったところでぐりっと回って、このバレーストレッチの形になっておりますね。そして3で戻りですね。3で戻って4-1とすると最初に変えることができますね。大急ぎで向きを変えてします。この向きからしますね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、
スウスリイフォーワン、スウスリイフォーワン、あれはスウスリイフォーワン、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 スウスリイフォーワンですね。とにかくヒップアクション、ツースリーフォーワン、踏む足の方にヒップアクションを出す。これがナンバーワン。ナンバーツーはヒールから出ないでつま先から出るんですね。だからナンバースリーは、ステップするときは膝から引っ張られているように、膝からチュン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 といってステップするね。膝から引っ張られるようにして、そのすねを振り出しますね。で、寄ってくる方の足も、よしは緩んでから伸ばしてステップ、緩んで伸ばしてステップ、緩んで伸ばしてステップですね。普通のようにやるときは、こんな膝から引っ張られるようなことはしないので、いきなり靴から引っ張られるような感じで、まあ、しますね。それがスタンダードはそのままなのでありがたい点ですね。では女性も今の、ね、女性の方がむしろ移動があって大変ですからね、やっておきます。女性はね、本当は女性のあのピチピチしたももとか、この膝とかですね、すねを見て勉強してもらうといいんですけど、ちょっと野郎のですね、私の、無骨な、お尻とかですね、ももとか、すねです。申し訳ありませんが、それで頑張って、じゃあ女性の皆さん、モニターの前に立ってしましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、スー、スリー、ね、曲げて寄ってきて、フォー、ワン、パンに開きます。左足を、膝を曲げて、半分ぐらい寄せて、スーですね。スー、スリー。スリーの向きを変えますので、スリー。そしたらファンに開きますが、ぐーっとこういうふうに膝を曲げて、ステップしつつ、さらに45度回復にして、フォーワンですね。そしてここで、ヒップも出して、フォーワン、ぐーっとこういうような独特な形になりますね。で、こっちの足が寄ってきて、揃えます。ね、ぐーっと曲げて寄ってきて、スルンとこういうふうに、フォーワン、スーというふうにね、チュルンとこう。左右変えますね。そして、スリーですね、スリー。そして、曲げて寄ってきて、ちょっと前に行きますね。スリー、そして、アレマーナは少し、つま先の向きを、8分の1、45度ほどこちらに向けるので、フォーワンね。で、膝を伸ばしておきます。そして、フォーワン、回る段になって、ちょっと、足の裏を回しつつ、少しだけね。そして、この足を出しますが、ここ大変ですよね。スースリーとこう曲がってしまわないようにして、こうきますね。そしたらこの足を出して、まずこの足に乗ってスーとこういうふうにやはり寄せていきます、ね、あれなのは円形というか丸く歩けばいいので、ね、こういうふうにタンタンタン、ね、丸く歩く感じにすればいいので、持ってします。ワンポジション、スースリーフォーワン、うん、そして、おっとっと。そして、こう来たら、スー、ウーですね。ウーの時に、まあ、ニーバック。少しニーバック、膝をぐっと張るね。そして、寄せて、スリー、円形に出ますね。スリー、イー、おー、スリー、イー。なかなか大変です。スリー、イー。そして、フォー、ワンですね。大丈夫か、この先生と、ちょっと思われてしまいましたね。そして、クリッと回転して、スー、ウー、ね。ハンドサンドは男性と一緒です。ちょっと外れそうです、カメラ。ね、ツースリーでギュッと膝を寄せてきて、フォーワンね、そしてツースリーフォーワンね、そしてツースリーフォーね、でスポットダンス、ツーウ、そしてスリー戻ってフォーワンね。ではこのぐらいにしましょう。
ああ、先生お疲れ様でした。